そもそも欧米であればですね集団訴訟のリスクとか競争法違反のリスクというのがあるんですが一方アジアタイのあるアジアですと労務リスク情,情勢不安のリスクがあるというのをまず押さえていただく必要があるかと思います実際にタイで皆さんがお困りの事象をアンケート取ったのがこちらですねやっぱり一番皆さんが悩んでおられるのは他者との競争激化人件費の上昇原材料価格の上昇こういったものでございます 実際にま大手メーカーに誘われてタイに進出してみたもののなかなか思い描く業績の向上が見込めない新たに新しい顧客を探さねばと色々努力をされるんですがなかなかうまくいかないというケースが非常に多いですで実際にどっから手をつけたらいいのかだいたいどういうふうにやったらいいのか市場はそうどうなっているのかこの辺の調査が不足しているケースがよくございますので戦略を練る前に情報をしっかり集めていただくというのは必要かなというふうに思っております そそもそも事業拡大ってどういういこととなんだと一つは売上を伸ばすということで二つ目はコストを圧縮するということそれから不正が起こらないような体制を構築するというのが非常に重要かと思います。